フリーベフィス研究商会艇は、デンマーク海軍の商会艇。スタンフレックス300型とも称される。全14隻が建造されたが、後に3隻はリトアニアに売却された。本級は大規模にスタンダードフレックスコンセプトを適用されたことで知られている。スタンフレックスコンセプトとは、各種の装備をモジュール化して搭載することによって、その柔軟性を高めようというもので、 全長3メートル、全幅3.5メートル、全高2.5メートルのコンテナの中に、各用途の装備を搭載し、コンテナ単位で艦艇に搭載することになる。本級以外にこのコンセプトを適用されたものとしては、ニールスユール級コルベットやセキス級商会館が知られている。ただし、これらは収益期間中に行われる見通しだった近代化改修を見込んでの適用であったのに対し、 本級においては、より積極的にコンテナを積み替えることで容易に任務の切り替えを実現することを目的としていた。コンテナ交換は48時間で行うことができるように設計されているが、実際の運用においては、当初計画されたような頻繁な積み替えは行われず、確定の役割は固定されている。本級においては、監修側に一箇所、 五看板に三箇所のスタンフレックスモジュール設置位置が設定されている。このうち、看守側のものはオートメラーラ 76mm 単素速射法モジュールの定位置となっているのに対し、五看板のものは確定の任務に応じて異なる構成になっている。構成には下記の三種類がある。ありがとうございます。